小杉駅小杉駅は、富山県富山市小杉にある、富山地方鉄道上滝線の駅である。駅番号は、T64。単式ホーム一面一線の地上駅である。ホーム下には、駅員詰め所があり、ホーム上には、上屋と待合所がある。2020年3月26日現在、平日7時から8時30分と夕方のラッシュ時に、駅員が配置されている。 富山市統計所によると、2019年度の1日平均乗車人員は193人で、ある。平日は、富山県立富山南高等学校の学生の、通学で賑わう。駅開業後の1日平均乗車人員は、以下の通り。当駅は1958年の朝最長駅、開設以来、45年ぶりの新駅となる。なお、同じく、富山県内のイミ市に、 愛の風と山鉄道線の小杉駅があるが、両駅は約 15km 離れており、両地域、両駅の間には特に関係はない。富山高専の本郷キャンパスの最寄り駅は、電鉄の小杉駅、伊水キャンパスの最寄り駅は、愛の風と山鉄道線の小杉駅なので間違われることがある。全く関係のない同盟駅が近接してある例としては、他に、 JR 東海の春日ガ駅と名鉄の春日ガ駅、小田急の足柄駅と JR 東海の足柄駅などが同一都道府県に所在するが別の自治体に同盟駅がある例としては他に大阪メトロの高井田駅と JR 西日本の高井田駅、明治鉄道の明智駅と名鉄の明智駅、福島交通の泉駅と JR 東日本の泉駅、JR 東海の船津駅と近鉄の船津駅、JR 東海の下島駅と、アルピコ交通の下島駅、JR 東海の湯月駅と静岡鉄道の湯月駅、名古屋市営地下鉄の上田駅と豊橋鉄道の上田駅、JR 東日本の黒沢駅と由利高原鉄道の黒沢駅などがある。ありがとうございます。